田巳国町邸宅跡、田巳国町は鎌倉時代末期の武将。国町は時氏の流れを組む藍橋一門で、美濃国時軍田巳里を本拠としていた。僧侶家の時より定の子の頼り金、一族の来院、安助氏の当主の安貞助定らと共に、後醍醐天皇による鎌倉幕府打倒計画に参加し、日野助友の招きにより、元行四年、 生中元年京都に入った。しかし、ラインが、その計画を、六原丹大の奉行の斉藤俊之の娘である、妻に漏らしてしまったことから事前に露見し、六原丹大の配下である、小串の利によって、夜中に吸収を受ける。太平記巻ライン海中時によれば、ブレーコによる朱夜の酒に酔っていたが、この吸収の声に驚いて慌て騒いだ。無防備であったが、 共に寝ていた、物慣れた遊女の起点により鎧兜を身につけ、寝入っているものを起こすことができたという。国庁は、より影と共に、少数の手勢を率いて奮戦したが、最終的には、館の裏手を突破されたことから観念し、一族老党と共に自害して果てた。1905年11月18日、聖恩湯を追贈された。国町は、 地元の田治見市で現在でも人気があり、田地美祭りの際に行われる武者行列の中でも主役の扱いを受けている。また同市内には国庁の邸宅跡があり、県の史跡に指定されている。ありがとうございます。